続きでやっていこうか。さて、昨日錬金術師を倒して、で、何をするんだっけ。なんか鍵をもらって、多分ここなんだよ、その鍵が。これでしょ。割と近くにある、親切だ。あのダークソウルの時みたいにさ、なんだっけ、あいつヤギ倒したところの、ヤギ倒したところじゃねえか、そうか、ヤギ倒してるところに行くところの鍵か。あれ分かりづらいからな、どこの鍵が、どこの鍵でっていうのが。近所で助かる、ちょっとまずレベル上げよう。さすがに5000ソウルを失ったらゲロ。ちょっと余るな、これはもう1500、もう上げちゃった方がいいだろ。これは多少テンポが悪くなるわ、知ったことじゃん。こいつを倒して稼がしてくれ。いやー、武器をね、武器を強化したら世界が変わったね。痛い。あふざけろよ、マジで。あれ、なんか脆くなってない、君。気のせい。大丈夫。なんか物理防御的なものがものすごく弱くなってない。あんま強くねえのかな、この装備って。ちょっと表示切り替えて。あー、打撃耐性とかめっちゃ弱いな、この装備。まあ裸だからな、ほとんどタンクトップだからな。やっぱローグ装備か、ローグ装備は良さそうだね。属性耐性は強いんだけどな。冗談じゃねえ。うわあ、こいつが持ってるわ。え、今当たるの？あぶね。うわあ。いやいや、落ちろよ。知らねえの？なんだ？やばい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 。なんかこいつ硬くなってね。どうでもいいけど。なんか様子おかしくないか？これきつくねえか？ふざけろよ。なんか硬くなってないこいつ。気のせい。だって、木こりのもので戦った時とか余裕でもう死んでたでしょ。なんでこんなに生きてるんですか。あ、そっか、もうダメだ、スキルだ。知らん。俺、豪傑になる。豪傑にはなれる。こっち行ったら何なの。体力強化、精神力、筋力。こっち全然豪傑でしょ。あれ、高血乗れない。え、ここ繋がってない。え、高血いけないんだけど。高血、あれ、俺高血の1って持ってる。高血の1を持ってないからダメとか、そういう話もしかして。そうだね、俺高血の2なんだよな、これ。1はどこ、あれ？位置はどこ？え？あれ？剣の模様。取ってるでしょ。あ、習得してないんだ、これ。なるほどね。これでいけるでしょ。これだ。よし。まあ、先進みましょう。
だいぶね、操作方法もだいぶ慣れてきたと思うんだよ。暗っ。なんか、なんだ、なんかいるな。あ、なんだ、ど、うわは？なにこれ。ちょっと待って、あと、なにこれ、生き返らす度めっちゃ高くなってるんだけど、なにこれ。もしかしてこれ割合で持ってかれるのか。なんかそんな気がしてきたな。これ割合か。マジか。じゃあお金とか使った方がいいじゃん、これ。どう考えても。おお、びっくりした。なんだ、なんだこいつ。なに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 、なに、これ何なの、これ。たまに急に走ってくるやつ。なんかいるな。なんだ、なんかいるぞ。うわー、いっぱいでしょ、いっぱいでしょ、いっぱいでしょ。なにこれ。もう一匹いたよな。ワッチワッチあれ、ね、振りが遅い、この武器。基本的に多分もうちょっと剣とかだったらゴリ押し効くんだろうけどな。やめて。いけないな。うん？なんか鍛冶屋っぽいマークがあるけど。ウォーハンマー。両手持ち。へえ。パラメータ見して。攻撃力、え、これ上がるの？これ強くなんの？もうオノマニアのプライドとか何もないけど俺はオノでプレイするんだみたいなものはもうないっていう。強いのかな。これ強かったらこれ強化したいけどな。ジャンプしてくんの、これ。してくるじゃん。おお強っ、マジで。うわこれはマジでめっちゃこれ強化してえわ。鍛冶屋呼んで、さっきのところに鍛冶屋呼んで強化しようぜ。これ何これ。思い出せ、あの私、はい、あなた。三口あり、右、同系、左。なんかこっち行ったらボスくせえな、これ。三口あり、右。あ、なんかありそう。ここが？信仰の器をそう。何それ。信仰の器？ないよ、そんな。ないっすよ、そんな。え？ないです。だからないんですよ。
どうすんのこれ。どうすんのこれ。なんかもらったはいいけど、なんかよくわかんねえものを、なんかよくわかんねえものをもらったけど、何をもらったの今。信仰となんとかのなんとか全然読んでない。あれ重要アイテムってどこだったっけ。重要アイテムみたいにないのこれ。あ、俺か。あ、これだ。空とエレメント、エレメント、何エレメントって。エレメントってシステムか分かんない。でもなんか魔法みたいなやつでしょ。おお、これ復活するんだ、時間を置いたら。それそれを先に言ってくれ。ちょっと待ってくれよ。あの、この武器を強化してよ。俺鍛冶屋をここに呼び出したいんだけど。あ、ここはできねえんだ。それマジか。どうしようかな。戻るのもかったりよな。俺で戻るのもかったるいけど、これしょうがねえかな。わあ、これ間合いというかさ、範囲もでけえし強いぞマジで。これで未強化とかどんだけだよ。下からでいいんだっけ。さすがに無理。うわあ、ちょっとこれ強化したい。あれ、うわうわこれ強えぞ。武器でこんなに変わるか。武器系かこのゲーム。強い。あれ、ここなんだっけ。この奥に何かあったんだっけ。何があったんだっけ。全然覚えてねえよ。あれでもなんか何もなくて帰ってきたんじゃなかったっけ。何もないっていうか、鍵が必要とかで帰ってきたんじゃなかったっけ。違ったっけ。あ、違うな。そうだ、なんか人がいたんだ。何言ってくれるんだっけ。これ全然大したもんねえじゃねえか。いい加減にしよう。浄化して。腐敗って何。そっか、ここでなんかこう腐敗ってなんだよみたいな、そういう話をした記憶はある。これでもさ、今のこの武器だったら大抵のやつをほふれる気がするんだけど、相当強いでしょ。なるほどな。でもこれも豪傑にして両手持ちの武器を扱えるようにしないともらえないスキル、もらえ扱えない武器だった。ん、何もないよ。あれ、俺はこっから落ちてきたのか。前来た時はどうだったっけ。全然覚えてない。これ天井低いじゃねえか。毎日天井低くない。これ返るしかない。すごい。おお。
お金は割合で持っていかれるっていうことが分かったから。どこだっけ、この上に未だにこの地形が覚えられる。スカルバットじゃねえか。あ、これでも致命取れるのか。あーる。うわー、これはこれ無敵じゃん。もうゲーム変わったぞ。一回かがり瓶や、かがり瓶のとこに行ってこれを強化した。これだ。マジで髪の毛で強化してくれて強すぎないですか。ああ、髪の毛が足りない。どっかでもらってこれたんだけどな。てか売ってたよな確か。防具とかも強化した方がいいのかなこれ。今んとこローグだけど、髪の毛の束をもっといっぱい買ってくるべきだったな。あれが草ビッシュのかけらみたいなもんでしょ。まあいいや、とりあえずこの装備で行けるところまで行ってみよう。もうダメだと思ったら変えればいい。で、とりあえずちょっと行けるところまでやってみよう。この見張りの塔じゃねえ、俺沈んだ塔のさ下の方にいる獣とか普通に倒せそうだけどな。やべ、ここでも割と無限稼ぎできねえか。あ、戻れないのか。そうか、次じゃあこっち行ってみよう。あれ、ここなんか見たぞ。あ、ここあれじゃん、獣どころじゃん。なんかこの台のシステムみたいなのどっかで見たんだけど俺、ここ以外のところで。どこだったか知らない。ハンマーが置いてたところだ。ただやっぱハンマー、ああ斧の時もそうだったけど振りがやっぱ遅いからちょっと間合い気をつけないと。まあ、敵がいたっつって適当に振ってるだけだと振りの速さでやられてない。オスもいけんじゃねえのこれだったら。1800か。一回借りてえな。一回もうちょっと探索をしつつ、帰れるなら一回帰りたい。うわ、いいね、この派手さ。こっち行ったらあいつがいねえか、あのボスがいねえか。おお、目の前にいた、目の前にいた。よいしょ、
やばい、一回帰りて俺は一回帰りたい。だからやばいと思ったらもう帰ろう。聖なる武器なんだろう。ちょ待て、なんだ、おかしい、攻撃は通用しないんだけど、なんかいたずらをしていたな、あいつが。空中に飛んでる気持ちの悪いやつか、こいつが。おい、降りてこいや。変わり見ねえかな。なんかボスとかいそうで嫌なんだけどな。わあわあ、やばい。あ、なるほど、そういうシステムか。あいつうせえ。死んだ。そろそろかがり火が欲しいんですが。あ、紅の牢獄、紅。 XJAPAN かな。なんか紅っていう、なんだこれ下行けないだろ、これ死ぬだろ普通に。見えねえもんだって。紅っていう曲がなんかすごいこう、なんだろうな、最初こう静かな感じで入ってすげえ途中でうるさくなるっていう曲じゃん。あれカラオケ高校ぐらいの時にさ、カラオケに行ってなんか最大音量にして紅をかけてなんか逃げてくるみたいなすげえことをするのがすげえ好きなやつがいて、うん、なんか意味がわからないよねなんか爆音で、なんか最初静かなんだけど爆音でかかるこう紅を聞いて一人でなんか爆笑するっていう謎のやつがいた。何これ、ヘイガーの洞窟。また新しいところに来てしまった。怖い。これさ、でもこのままさ左に行くと多分だけどあれいるよな。これ獣のところだと思うんだよね。これ帰ろうか一回。ウィー、どうしようかな。これハンマーを3まで強化できるんだよ今の状態だと。ソルトが袋が1つあるでしょ。何本かレベル上げて1回戻って強化してくるか。あ、ちょうどいい感じに余る。これで1回武器を強化してきた。いやー、俺はこの豪傑を極める。俺は豪傑になる。ほらもうクラス3が目の前だ。ほらもうあと1個上げたらクラス3だ。俺は割と近いな。どうなんだろう、なんか割とレベルに上限がないんだったら結局全部制覇してすーよ。これ落下しだけ気をつけない。押したか。範囲やべえな。見た目より全然届くぞこれ。どこだっけ。スライム畜生が欲しくて、ここだな。これさ、強化したら、なんだっけ、倒してねえボスが確かまだ向こうにいたはずなんだよ。倒せるだろ。なんか。やってしまった。なんか魔女みたいなやついたよな。てか、部屋熱っ。俺も思わず熱いって言ってしまう。でも俺今日熱いって初めて言ったから。でも外を、10キロぐらいランニングしてきたけど暑いなんて一言も言わなかったから今初めて言った。
こうやたらとで暑くなるとことさら暑いっていうやつがいるよね。別に暑いって言っても状況変わらないのって俺はいつも思ってるんだけど、完全になんかこう特定の誰かを批判しているような気がしないでもないけど、別にいいけど。いや、うちのね、うちの母親っていうかこう母系の一族がみんなそんな感じなんだよ。もうずっと暑いって言ってんだよ分かったから、状況変わんねえからみたいな。あのツイッターでちょっと熱いって言ったぐらい可愛いもんだよ、あんなの。お、可愛いなお前ぐらいのもんだよ。もうね、30秒間隔ぐらいで言われたらマジで切れそうになるから。まあね、もう暑い方が好きなんで、北国育ちですか。寒いのは苦手なので暑い方がいいです。分かった、もう振りの速さではもう絶対かなわない。先手を取れなかったらもう逃げるしかない。逃げるというか間合いを取るしかないということがよく分かった。髪の毛売ってるやつどこだったかな。なんかすげえ最初の方だった気がするんだよな、あいつ。久々に引っかかった。ちょっと待って、今髪の毛買ってくるから。まあでも髪の毛使って、髪の毛使うぐらいだからそのひげを植毛した方がいいんじゃねえのって俺は思うけど。この向こうだったよな、確か。なんか魔女だかなんだかいる。魔女倒せんじゃね、余裕でしょ。見てこの破壊力これ頭おかしいでしょ、これ。どこだったかな。髪の毛を売ってくれる。髪の毛をちょっと変えるだけとは言わないけど、区分化買っておきたいな。でもあれか、この感じだとおそらくだけど、割合でこの死んだ時の蘇生されるお金が割合だったら、お金がなくなったから一回出してくれないっていうことには多分ならん、おそらくだけど。どこだったかな、ここじゃなかったっけ。ここだよね。あ、そうだそうだ、ここだよ。あ、間違えた。もうここは何言ってんの、炎のゴールド。髪の毛はゴールドか、まあ、4つくらい買っておくか。いや、待て、5個買おう。よし、これでちょっと強化できるだけ強化しよう。わかった、わかった、ごめん、間違った、間違った。どうしようかな、先に魔女見て倒してみるか。いけるでしょ。どうだったかな、さっきのところだよな。だから一回鍛冶屋まで行って、もうそこでかがり火当たっちゃって、で挑戦するっていう感じでいいんじゃない、ないだろうか。そこ行けない、行けないんだな。こっちじゃねえ、ここにちょっと、フェラルビーストの牙。あいつフェラルビーストってのか。
崩しをしたところで連続で攻撃入れらんねえからちょっと辛い。おわぁ2になった、3にもなるぞ。おわぁおわぁちょっとレベルもう1個上げてえな、レベルもう1個上げたいな、やっぱこれレベル上げるの楽しいな、このゲームレベル上げた苦しみの先にうまみがあるぞ。どこで稼ぐか、あ、はい、一回ちょっと待って、一回かがれ火に当たっちゃおう、かがれ火に当たれば敵がかかってるぞ。これも敵が枯れるダークソウルズシステムとかじゃないの、次まで何個1800、了解、400、一撃 OK、 そっか、武器を強化するとゲームが変わる系のゲームか。まあ横スクロールだとそんな感じか。ダークソウルみたいにもうちょっとこう 3D というか奥行きがある感じだったね。振りの範囲だとか速さだとかなんかいろいろあるんだろうけど、いやこれはこれで面白い、育成だね、面白いゲーム、面白い。もう一回ぐらい倒してこれ音楽鳴ったり鳴らなかったりするのは何なんだろうな。ダークソウルのシステムでいうと音楽鳴るときはもうボスが近いとかなんだけど、これで豪傑 3になれる、なれない、なれない、なんで、なんで、あーこれが3ついるのか、なるほどね、だからあと2レベル上げないとダメなんだ。そうするか先にこっちの方行くかっていう話でしょ。ポーション強化してんだけどな、ポーションどこ、ここか、ちょっと遠いな、重装備を通らなくてはいけない、もしくは逆から来るか、あーでもここも重装備だもんな、ポーション強化はちょっと厳しいな。あー先にここに行くか、あそういえば体力強化とかここの下になんかいろいろ書いてるんだけど、どうせ適当な文章だろうと思って読んでなかったんだけど、これ違うね、それぞれ違うね。これを朗読するだけで動画を1本作れそうだよな、しないけどこれでもやっぱ読んでった方がなんかちょっといろいろ深まるじゃねえかっていう気もするよな。1日分かった、じゃあ動画の開始に1日3つずつくらいずつ読んでいくようにしようか、こう自分の辿った足跡をちょっとずつ読んでこう消化していくみたいな、そういうことにしようか。じゃあ今日はこっから3つ読んでいこう。何回復ポーションの1個目は、彼の肉体は剣と矢によって貫かれたが、老人からもらったフラスコを飲み干した途端その体は瞬く間に癒されていった。伝承録62章3節です。クラス1戦士がミーナはメースを返す形で最後の騎士に向かって攻撃したが、その騎士は三振の描かれた盾でメースを弾き返した。
激しい火花が飛び散る中、衝撃でバランスを崩したミーナの胸を騎士の剣が貫いた。新天地への旅、第28節。何、ミーナっていうのは誰？ミーナはメースを返す形で、ああそういうことか。筋力強化、ベルカラムの名は静かな恐怖とともに語られ、町が変われば話も変わり、その詳細は常にぼやけている。カラムの物語、これ話がとっちらかりすぎてて、これ読んでるだけじゃ全然わかんねえぞ。大丈夫かこれ、全然わからんぞ。ほらだってもうこれ書物がもうこの時点ですでにめちゃくちゃ出てきてるもん。これまずいぞ。で何すんだっけこれから。あーそっか、あれを魔女を倒しに行って毎回忘れるな。ここの先に罠があるっていうことはさすがに俺も学習したわ。どこだっけ、ここだよな。さすがに学習したわ。いやーこいつら嫌いだわ。スカルバット、もう一匹いなかったか。大丈夫か。強っ。今ならあの騎士もいけるんじゃないか。あいつ倒すと結構ソウルもらえるんだよな。ソウルが欲しいよな。あ、なんか指輪もらった。信ずる者の指輪。何、青白い金属の指輪、その紋章には悪しき者や未知の者から身を守る力がある。身につけると暗黒体制が上昇する。暗黒っていうシステムなのか。とりあえずつけて。刺激で倒せるとは思わなかった、さすがに。何がござる。ああ、これ反対側じゃん。ずっと見えて取れねえなと思ってたやつ。ここになんかショートカットで端かなんかをかけてほしいんだけど。ギリガンさんを呼ぶしかない。でもギリガンさんって下に降りる端しかかけてくれないからな。まああの梯子を水平に寝かせればいいだけだと思うんだけど。これどうやって行くんだよ。下でいいんだっけ。ここだっけボス。なんだっけ。だよな。全然笑ってないよ。まあ見ようによっては半笑いに見えるけど。やばい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 。どんな攻撃だったっけ。全然避けれてない。相手の、ああ向こう側にローリングで逃げられねえな。なんでだ。強攻撃の後だからさ、ちょっとディレイというか。わわ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 。わあ。やばいやばいやばい。ああ、そっちか。あっか。うわ。ああ。うわ。やったなんだよ、武器強化すれば全然余裕じゃんか、これ余裕ですよ、こんなもの。村
トロフィーゲットでございます。お呼びの女王の耳もらえるのは耳だけか、まあ、他にももっといろいろあったんじゃないの。とりあえずかがり火に当たらないと死ぬ。死ぬんだけど。料理人、どうでもいいんだけど、このゲームミミックとかいるのか。いるとしたらかなり軽率な動きをしてるよな。俺はここはなんか見たことあるぞ。どこのショートカットだったっけこれ。ああ、ここだここだ、はい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 。ああちょっと道が開けたね。やりました。2ぐらい上がらん、上がらんか。あーでもちょっと頑張れば上がるな。ちょっと頑張ろう。いけバイクカーズこでいけって言うっていう。いやなんかそんな大したダメージじゃないから覚えられねえんだもん。重装備っていうのがすげえ気になるんだよな。今まだ持ってないよな。革鎧、青銅の鎧、これは何？軽装備でしょう。あ、あった、重装備、革のキュイラス。これ重装備のスキルがあれば装備できるのね。重装備ってどこにある？割と近くにあった気がするんだけど。どれ？どれが重装備？あれどこだっけ重装備？クラス4。あれ？この辺じゃねえって。クラス3重装備。精神力。技量筋力。クラス2重装備。クラス1重装備。ああ割と近いな。ああ次重装備がいいかな。まあ、とりあえず豪傑かな。ああでもなんか装備を充実させたい気もするよな。重装備2ぐらいにしておきたいよな。どっちがいいかな。いやなんか今までの感じだと、この武器の感じだと装備を強いのにすれば一気に強くなる気がするんだよ。で防具全然強化してないから、ここはちょっとかけよう。俺はちょっとさ、これ合わせづらい重装備になる。よし、先にちょっと重装備を。これが重装備、あこれだ。これは？あ、これも重装備だ。これいいね。これいいんじゃない？これだろう。これだ。略奪者のブーツ。これだろう。これだ。略奪者のウシャンカ。これだ。あ、ローリング重くなった。あ、やっぱそういうのあるんだ。とりあえずこれで行きたい。ちょっと強化しよう。鎧を強化しよう。どれだっけ、略奪者の鎧どれ。あ、これか、ハーネスか。ちょっと1個強化しておこう。よし、これでどのぐらい敵から受けるダメージが減るのか。あ、やべ、1個上げたことによってソウルがソルトが足りなくなってしまう。もういい加減、いい加減俺もさ、ソルトのことをソウルっていうのをやめたい。どんだけお前は他のゲームのことを引きずってるんだってこう言われかねえ。ソルト、このゲームはソルトだ。
回復する道具はエストビンじゃねえ、フラスコだ。覚えろ。あーやっぱちょっと重くなってるね。見えないんだけど。あ、なんかいる。ハロー。これはこれは旅の御神。お前なんか全く同じ装備じゃねえか俺と。我が家はファーンと申すもの。ファーン。この場所に身を隠してしばらくになる。我が輩は土の入った小さな袋を落としてしまったのだが、どこかで見かけなかったかな。必要、土の入った袋を持ってるんだ。ないらしいです。それは残念。そんだけか。ん、どここれ、どこどこ。ああ、ここあれか。なんだっけ、塔に途中の道だ。俺が昨日反対側から開かねえんだけどっつってめっちゃブチギレしたところだ。これ松明って無限か。無限じゃねえよな。あ、7って書いてるから無限じゃねえな。おお、ガンガン開く、ガンガン開く。フェイスメイカー。ああ、ここね、ここ抜けた先ってなんだっけ。痛い、痛い。あれ、装備はそんなにかな。消費ダメは減ってるだろうけど、ここ抜けた先ってなんだっけ、どこだったっけ。この先はどこ行ってるんだっけ。あ、これが塔に行く途中の道か。なるほど。結構いろいろつながってきた。いいぞ。とりあえずはもうちょっとこの下に行きたいっていうところか。となると、向こうだね。下だね。いけないな。まだいけないな、ここ。なんだっけ、あれ見たぞ。これ、これ、これ、こいつ。なんかアイテムないと先進めないんでしょ、これ。あー。セーブポイントがあったら今日はここまでって言いたいところだな。もうちょっとで多分1時間になるんだ。1時間経つと消えちゃう。始まる前に、時間を計測していこうと思ったんだけど、まあすっかり忘れてる。え、血色バナのアミュレット、何それ。赤く染められた金属のアミュレット。血色バナは染料や絵の具の材料として長らく使われてきたが、最近になって血を求める心の象徴としても捉えられるようになった。よって戦士たちの中には自らの鎧をこの花で染める者も多いが、ドレスなどの染料として使うのは悪趣味であると考えられている。身につけると攻撃力を上昇する。おお、ストレートだな。あー、つけてみるか。というのも、あの攻撃速度がなんか多少変わったところであんまり意味がないというか、だってあの最初ぐらいの、最初にいた雑魚ぐらいの武器のスピードにも負けてたからね。あんまり意味ない気がする。それだったら一撃の強さを求めるか、範囲を広くして戦った方が絶対いいと思う。ちょっと待って、次はじゃあ塔に行くから、このまま向こう側を抜けてしまおう。抜けて沈んだ塔に行って、向こうの攻略をから次はスタートということで。こっちじゃなかったか。こっちでもいいか。
あ、これ本数じゃないのか。1本ごとになんか耐久値というか使える時間みたいのが決まってる感じか。ん？あ、なんかいた。あれ、こっちじゃねえか。ごめん、間違えた。こっちじゃねえよ。だいぶ耐久力上がってんのかな。なんかよくわからん。どこだっけ、このずっと下でいいんだっけか。ああ、いいんだ、いいんだ、こっちだ、こっちだ。いやー、まあ武器が変わればすぐ強くなるっていうのはありがたいことである。こいつマジ嫌い。俺こいつ嫌い。あれあれ、もう登れなかったっけ。あれダメか、こっちか。よし、帰ってこれた。まあ、もうちょっといけるか。確か。ちょっと待って、ちょっと待って、ここで死ぬのはシャレになるな。毒が、ダークソウルは猛毒並みにきついからな。あー、これ、ローリング重くなると、きついな、結構。結構避けられなくなるね。どうなんだろうな、これ。これ。もう一つの装備ってどんな感じなの？キュイラス。打撃。あ、ほとんど弱くなっちゃうな。火炎に強いぐらいか。重量も重いし、あんま良くないね。気がするんだけど、いなかった。気のせいだった。俺の被害妄想だった。多分ね、痛い。お前、スタミナ無限か、お前。お疲れさまでした。やべじゃやべじゃ。